はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こぶちんです。こんにちです。よしよし。よろしくお願いします。何やこれ。これ今、あの、画面の向こうで、しゃくれてるんですよ。誰がわかるやん、それ。でさ、僕らしゃくれてるんですよ。あご痛い。しゃくれると、しゃくりにくいっすね。だってやめたらいい。簡単なことや。いやー、しゃくれるって大変。そうだね。っていうのをね、本当に。あの、12月30日ですか。あー、今日もう、いよいよ。ひしひしと感じてますよ。今感じない観光でやったからあ、ちなみに、はいはい、お正月はね、うん、お正月はねちょっとね、うん、やっぱね、うん、それぞれやっぱ家族の時間を大切にしたいし、うん、大切にしてほしい、そうだね、ということで、うん、い元旦は、はい、お休みかな。そうだね、うん、そして、うん、2日はさすがにお休みかな、うん、あらら3日は3日は、ついに、開始かな。あ、開始か。なるほどね。はい。なので、うん、明日大晦日ね、うん、やらせてもらって、はいはい、お正月と、うん、2日はね、うんうん、ちょっとね、お休みさせていただこうかなと。なるほど、なるほど。思っておりますので、はいはい、皆さんもね、うん、楽しいテレビとかね、はいはい、YouTube 他にもやってると思いますので。そうだね。それよりもね、でもね、家族の時間の方が大事だぜ。そうだぜ。親戚のおじちゃん、おばちゃんとね、うん、たこ揚げやったり、羽子板やったり、お玉を落とし玉もらわんと。麻雀やったりね。麻雀麻雀そうだね、落とし玉を。稼がなかったね。うん、小学生のうちから。そうだね。自分の手で。そうだよね、うん。本当に。稼ぐってことをやっぱ学ばんとね。そう。うん、あれはね。お前、書き入れ時やで。そう。書き入れ時。ね年一番の。年一番の書き入れ時やで。書き入れ時やわ、マジで。俺、本当子供の頃からマジでそうやったもん。だって。YouTube 見てる暇あったら、うん、一軒でも多く親戚周りもある。そうだよね。そんなことしてる場合じゃないよ。だって、1000円でもね、うん、そうそうそう、たとえ1円でも。はい。本当に。俺、何、住宅に住んどったんやて。はいはい。だから普段行かんような、おじちゃんおばちゃんの家もよう行ったもんね。他人の家に知っとるでしょ、俺、みたいな感じで。はい。お察しします。ここぞとばかりに。じゃあ、はい、そんな大晦日イブを、はい、迎えるポコナガクラですけども。へいへい。あ、ちょっと待って、あ、びっくりした。下にクリーパーあるかと思った。ああ、自分でやったい。で、はいはい、まあ、大晦日イブといえど、うんうん、もうね、年越しの準備をしろということなんですわ。うんうん、年越し。年越し。うん、で、うん、1月3日、何をしたいかってね、考えたときに、うんうん、1月3日に、うん、新年一発目のポコナカクラで何をするか、うん、それはもう初詣しかないでしょ。おお、そうだね。ってことは、うん、地下にも神社がいるんじゃないの。おお、地下神社。ああ、なるほどね、うん、そっか、初詣できないもんね、地下でいたら。はい、近くにあるんですけどね、うん、あ、それはいいね、はい、鏡餅とかも作りてえし、うん、なので、うん、始まりますよ、はい、巨大建築。おお、ついに神社。おお、いいね、地下神社。こんなギリギリで巨大建築始まって大丈夫か。なので、うん、今日は、はい、堀会ですね。お、いいね。なるほどね。まさかの。今年の反省を。あ、違う。何どうした。何マジギーズ。はい、どうした。年内にウィザー倒すとか言ってなかったっけ。え、そんなの言っとったっけ。あ、忘れたっけ。気のせいじゃね。え、気のせいかな。言っとったっけ、そんなこと。こっち来て、こっち。うん。記憶が蘇ってきた、今。マジで急に。この部屋を見てもまだそんなこと言えるかい。あー、ほんとよ、完全忘れとった。ああー、そうや、ここ。ほんとやね。集めてたもん、そっかそっか。ってことは、うん、頭狩りだな。頭狩りか。ちょっとじゃあ、うん、そうか、それはやっとこなあかんな。神社で初詣は、やっぱ、既存のあそこに行かせてもらった。すんげえ急角度。ルールが。地下とかもうどうでもよくなっちゃう。初詣はね、はい、ね、しなきゃいけないじゃん。ここなかくら今ね、思ったんやて、うん、何やってたかなっていう。あ、違う、あ、そっか、また堀会かと思って、うん、あ、ビーコン欲しいなーって。あー、そうか、ビーコン、あれあれみたいな。そっか、ビーコンが、そうや、そうや、そうね、そうだね、建築のためにビーコンが欲しいからっつって、そうそうそう、ウィザーだったんだから、来年以降建築頑張るなら今年のうちにウィザーやっとかんと、うん、今年の汚れは今年のうちに。そうだね、うん、ちょっと行ってくるわ。おーい、はい、なんかね、ポンどこに盗んでたんけ。ポンは盗んでないですね。癖が悪いな、うん、すぐ盗むね、俺のやつ。俺のやつどこ盗むか。癖と足癖が悪い。足癖が悪いんや。お、いるいるいる。あ、めっちゃ、え、めっちゃいる。ほんとナイス。あ、拾えないな。エリトラ欲しいね、うん、こんな要塞にね、行ってね。ほんとやろね。あと、川竹割りをちゃんと詰めなんか。うん、脳天、川竹割り。石炭が溜まっていくばかりだぜ。いや、石炭1体につき1個ですよ。少ない。そっかそっか、そうだよね。今日は
脇が悪くないな。あ、4体いる。これはもうもらった。もらった。もろたで。工藤。もろたで。お、もろたで。おっしゃー、お、ナイス、もろたでー。これで2個目。2個目 ?2 個目。おっしゃー、あと1個。うん、これもヨシさんが、ロスしなかったらもう終わった。ずっと。まだ俺の傷えぐるから。まだ俺の傷えぐってくる。あー、あー、嬉しい。うえー。あー、嬉しい。ね。終わりが見えてきたぞ。脇がいいんだよな、今日。ウィザスケの。ほんと？はい。流れが来てるね。完全にもう、流れこっちのもんですね。うん。師走やでも、師匠も走るでも。普段走らん師匠が。さあ、いや。ノーテン体決まり。全部何、石炭でやっとるの何で、それ。何ですか？さっきから、攻撃。あ、紙をやってます。紙でそんな開くか、あれ。師匠ですよね。うん。か、あ、紙。うん。結構開きますよ。あ、ほんと？罰が出るまでずっとやり続けて。劇的に俺の運が悪いだけか。虫特攻2。いるいる。あ、いや、適当です。ほんとかよ。あ、違う違う。ああ、ウィザスケ。ウィザスケがいるいる。あ、そうだね。2匹いる。もうこれで決めるわ。お、決めだって？もう。まあ、任しといても。うん。おら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 、骨しか落ちねえわ。これ嬉しいよ。いやもうほんと、ヨシさん、ほんと、真剣なんで。骨を嬉しがるキャラとか。いや、俺はそうなんで。ほんと嬉しいよ。マジで。ほんと、幸せなんで、ヨシさん。めちゃめちゃ嬉しいわ、コミチ。ね、兄貴ズ。そうっすね。もうほんと、ヨシさん、もうそれは幸せなんで。何骨やったー。そんなこと言っとるもんで、マグマに落ちる。まだえぐってくるな。音だもんね、そうしますね。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。むしろそっちの充実。そうだよね。うん。そっちが心配は。大事だね。ちゃんとウィザーと戦えるだけの。ほんまそれ。ものがあるのか。あ、待って、間違えて、ゾンビックも殴ってた。もう決まりました。お、本当？ナイスメンじゃね、それ。おい、おい、おいしょ！あそこに4体いる。さあ、来いや。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 まとめてこいや、お前ら。おいしょ、4体を叩き切ったという事実だけが残った。ふふふふ、ここだか。おいしょ、おいしょ、めちゃくちゃ出会うな、今日は。出会う、よいしょ。開いてくる、はい。え、嘘、なんかいいのあった？あ、爆発体制ですね。お、いいね。しゃあ、これでおしまいやで。しゃあ、終わったー。おー、ナイス。終わった、終わった終わった終わった。俺がヒーローやで。勇者の凱旋や。俺が3つとも全部集めて。素晴らしい。まったく世話の焼けるたこ焼きと犬ころだぜ。たこ焼きなんだ。意外と石炭ブロック全部使っちゃったかも。ないですか、この石炭鉱石を。あ、鉱石があるでいいか。幸運でいつかやりたいっていう願望はあります。幸運が出んへんと。私は幸運3を持っている。あ、いいやいいや、それでむっ壊そうよ。ほんと、ほんと俺がいないと何もできない、あの二人。まあまあ、見て使わさいよ、これ。お、いいやん。まあまあ、見て使わさいよ。いいやん、おしゃれおしゃれ。もう、首かき切ってきました。いいね。はい。うわー、かき切ってった。はい。根元からもう。おっと。後ろからぐわーって。でも正面切ってですよ。あ、ほんと。これで、もうウィザーをね、召喚し放題ですので。はいはいはい。あとは、明日。お、大晦日。お、ここ中対ウィザー。お、いいね。部屋作ってね。なんかありましたよね、あけぼの対ボブサップ。大晦日のね。はいはいはい。あ、いいねいいねいいね。そんな感じで、うんうん、明日世紀の大決戦がね。あ、いいね。ありますので、はいはい、皆さんぜひ S 席でご覧ください。どういう席なんやろ。あの YouTube の画面の前ですね。そうだね。砂かぶり、相撲でいった砂かぶりやね。お願いします。ですね。はい。ちょっとコメントじゃあ。はい。じゃあ行きます。おーい。猫缶さんからいただきました。はい。最近ハマってる視聴方法で、イヤホンをして聞くと、右は兄貴、左はヨシさん、後ろからコミチンの声が聞こえて、一緒にわちゃわちゃしてる気分になって楽しいですと。ああ、なるほど。正確にはですね、右は兄貴、左は、あ、そっか、合ってるな。そうだね。ここは真正面なんですよね。そういうことだよね。コミチン真正面で俺が右側か。そうなんですよ。それが、ここ中のジェットストリーム席順。そうね。ジェットストリーム
そうだね。そんな感じでマイク1本を、真ん中に置いてね。そうだね。僕らは同じ部屋で、はい、実況をしておりますので、うん、なかなかね、やっぱ聞くと珍しいみたいですよね。え、そうなの？スカイプで、そのグループ実況者をやるらしいんですけど、スカイプなんかじゃあ、この位置のあった感じ。そう、絶対出ねえ。目と目がやっぱ合う。そう、目と目って、たまに合わせてやっとるもんね、やっぱね。そうですね。兄貴とは全然合わんけど。普通の目をしますからね。うざいけどね。じゃあ、ね、そんな感じで、はい、明日もね、バチッと息を合わせて、そうだね。ウィザーの野郎をぶっ倒しましょうか。行こうぜ。それでは、ご視聴ありがとうゲームしてー。ありがとうございます。最後しゃくれるのかよ。